さようなら、ホンダのEさん。特に爪痕残せなかったけど、ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくり魔理沙だ。どうやらホンダさん、ヨーロッパ全土におけるホンダEの販売終了を発表したみたいだ。ホンダの生んだ小型カルト EV と一部で呼ばれるかわいそうな月相こと、ホンダEさんとはここでお別れ。日本でも来年の2024年で製造が終了となるみたいだから、欲しい人は今しか買えないから急げ。いない定期。てなわけで今回は、2023年たったの101台。販売不振で欧州と日本から撤退したホンダのEという黒歴史スレミン反応集を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。特に爪痕を残せなかったというのも、わずか4年でホンダは欧州でのホンダEの販売を中止することになったからだな。ホンダEは2019年以降、特にその一風変わったデザインで名を馳せているようだったけどね。日本製サブコンパクトの特徴的な丸みを帯びたデザイン要素の数々に加え、エクステリアカメラのミラーや、ドライバーの右側にある2つの大型スクリーンが水族館、あるいは日本庭園をシミュレートできるインフォテインメントシステムなど、他にも珍しい特徴がある。さらに、ホンダEは珍しく後輪駆動である。あら、この子は後輪駆動だったのね。珍しい。そして販売の実績なのだが、ホンダEの新車登録台数は、2020年2127台、2021年には1256台と若干多かった。しかしその後、数値は急激に低下した。2022年には677台、2023年には10月までに101台しか登録されていない。新規登録台数の減少に伴い、ホンダの収益性も低下している。物珍しさだけで買ったのだろうけど、デザインが月相すぎていっそ任天堂とコラボしたら売れたのでは？買ったらマリオのコスプレセットとかついてきたら、売れたかな？そもそもこのホンダEE、生産ラインから出荷されたのは、ほぼ、フル装備の状態だったこともあり、価格も比較的高価だった。2023年6月、ホンダEEの価格は少なくとも39,900ユーロ約640万円で、全長 3.63 メートル、35.5 キロワットアワーの小型バッテリーを搭載するスペースしかなかった。このため、航続距離は 210km から 222km と比較的短い。これじゃあ日本ではまだあれだけど、欧州とかジャバイブやテスラとかにはかなわなそう。そんな悲しみを背負ったホンダEE、今回は発表された2020年当時の、華々しいデビューを飾った時の、スレミンたちの反応を見ていきたいと思う。ひどい扱いしかされてないに一票。ぶっちゃけ、昔も今も多分感想は変わらないと思う。それでは当時と今の答え合わせといこうじゃないか。それでは反応をどうぞ。高いんだよ。中国車の日本進出はよ。低品質で危険なポンコツ車は日本では売れません。パクった技術で走り出す。新型ホンダEE、新型レヴォーグ。どちらを購入したら幸せになれるだろうか。EV 欲しいなら、アイミーブ。K が嫌ならリーフ。アイミーブは電池がな。ほとんど売れないのはそれなりの理由がある。アイミーブはバンパーで隠したので K から登録者になった。日産三菱で K の EV 開発中らしいが、電池交換で120万って聞いたけど、リーフだったかも。しかしこんなんコンセプトカーか。ってぐらいの完成度で出すのか。コンセントカーだもの。うまいこと言いますね。一般販売すればコンセプトカーですらない気がするが、コンセントレーションが足りない。なんでこんなに高いの？原価が高いから。車買ってるというよりバッテリー買ってるからな。フル充電で、何百キロ走れるの？200キロぐらいかな。リーフは6掛けか7掛けぐらいだったから。社会インフラの整っていない今はまだ無理。発電機用ガソリンエンジンを積んでる日産の方がまだ現実的。EV の話なら、リーフにエンジンなんて、積んでないが、いいパワーの話なら HV だからプリカスと似たようなもん。金持ちや企業の宣伝以外では時期尚早。年ごとに技術革新で航続距離が伸びる。コストダウンや大量生産で安くなる。車業界も携帯キャリアみたいにカルテルで安くならないでしょ？と言い続けて、30年。コンビニで車が買える時代は来なかったなわら。高いお金を払って不便な EV を買う理由は何なの？俺は環境問題考えてますアピール。一時期の金持ちがプリカス乗ってたのと一緒。新しいもの好きと意識高い環境くんは飛びついて EV 買っても、真の環境保護派はそもそも地球上にある車の台数を少しでも減らせと考えてる。走る時や組み立て時だけでなく調達している部品等の製造過程も問題視していて、積極的に地球上に車を増やそうとする自動会社を支持してない。そらそうだ。昔プリウスので初めの頃、世界中を走るエコカーから出る排ガスの毒性を考えたら地球に優しいとかシャレでも言えない。とポルシェを乗り回してた渋谷陽一が言ってたわ。日
庭があって電気引けるなら燃費無双しそう。街乗りなら 300km も走らんしね。災害時に電源になるならなおよし。庭にソーラーパネル充電設備作ったら被災しても長期間良い生活できる。って思うじゃん。実際には本来以上の設備投資して VMA 機構築しないと、あなたが無双するような燃費無双できない。もちろん太陽光設備抜きの価格だぞ。VMA 機ってそんなに高いの？太陽光発電なしで、給電設備だけなら200万くらいじゃなかったかな。工事費別だけど、ポータブルで100万弱。1500ワットのインバーターなら30万程度だと思ったけどな。日産リーフ用だけどね。補助金はどうなってるか知らんけど。工事費ゴミだな。VMH システム以外も配電盤周りはがっつり大改造しなきゃならんし、電力会社の認証もクソ面倒くさいしでボランティア価格の工業じゃ割に合わない。今のところ金持ちの道楽だよ。シェルター作るとかと同じカテゴリー。安くはないけど、そこまで高額でもねえよ。勝手なこと吹いてんなよ W。ホンダってこれに限らず誰がどう考えても売れない以上に高い値段つけて案の定全く売れない車多いよね。あれって何が目的なの？そういうメーカーだと思ってる。良い車は作ってたりするが売れる車を作りたがらない感じだな。NBOX みたいな感じのが売れたから EV もそういう感じにコンパクトなのにしたいのか。技術者の暴走の結果、今回は電装系が暴走してる。アメリカ市場に合わせて作ってる車を一応日本でも売ってるだけ。最初から全部ついてるからオプションで足すのはフロアマットくらいで、値引きで相殺されて税込み価格でカタログ表示価格になりはするけど、市販車を作る才能は会社本体からしてないんだよ。エンジンとミッションだけ供給してやうまくいく会社だからな。まあ間違ってもパッケージを買ってはいけない。今のホンダは高級車メーカー。貧乏人はスバルかマツダを買うしかない。あた写真の貧乏人なんで鈴木でいいです。電気自動車はエンジン自動車より安く作れるって言ってなかった？優先で電源供給する EV なら安価でしょ。優先の届く範囲内しか走れないよ。走りながら非接触充電ができれば良いな。スロットカーがありそうだよな。テスラ買うだろ。上級国民のお買い物車ですかね。お買い物カーとしては高いよな。電池はいつになったら安くなるんだろう。レアメタル使ってる間は安くならんと思うよ。普通の人たちは現行のガソリン車より使い勝手の悪いものにわざわざ乗り換えようとは思わない。誰も自ら充電スタンドの列に加わりそこで何十分も充電待ちなんかしたくない。性能的にも価格的にもその車が EV かどうかなんて意識することのない状態になって初めて EV が選択になったと言える。バッテリーパックをスポット入れ替えて完了みたいな風にならないとな。ガレージに入れたら充電で良いだろ。スマホ感覚よ。毎日 300km は普通走らん。まあ日本の車が高いのは乗用車がグローバル価格だからだよ。年収400万の日本の溶接工に450万はきついけど、年収800万のアメリカの溶接工には余裕だね。他国に比べ、この20年、日本だけ収入が上がってないから高く感じるだけ。素人日銀やら財務省の緊縮政策のせいで、米国なら450万なら225万の感覚だろ。この感覚というか現実に日本の庶民が気づいていない。グローバルにおける450万という価格は決して割高じゃない。今の日本の庶民にとっては割高な価格だが、他の国の人にとって、往年の日本の庶民における250万くらいの感覚に近い。固体電池とインホイールモーターで大変革起きる。その時は旧車とかいう民間のクソガソリン車を税金で締め上げろよ。とにかくうるさいからなああいうの。乗ってるやつは反射かその亜種だし。バネした重量激増のアホ車は売れません。漫画の見すぎです。インホイールモーターは、まんまバネした重量になっちゃうでしょ。動力性能以外には、べらぼうに不利。それともディスクブレーキのインボードタイプみたいにシャシー側に寄せてつるかね。そしたら冷却に困るだろう。インホイールモーターが考案されたのは100年ほども前の話。足回りは進歩しましたよ。よく走行距離を気にするやつ多いけど、そこまで普段長距離走らんだろ。街乗りぐらいなら EV で十分だよな。で遠出するならレンタカーとかな。短距離限定車かよ。なおさら買う価値なし。お金捨てたいなら別だけど。毎日200キロ走るの？まあそれなら別にいいけど。近所にお買い物へ行くのに450万円も払う。バカはいないよ。それなら軽自動車でいいじゃんって言う。今の軽自動車そこまで安くねえけどな。150マソはする？確かにそうだけど、ガソリン車に慣れた頭だと、そろそろ給油しようかな、と思う距離なんだよね。充電7、8割でそんなだと、なんとなく不安になっちゃう。家ではコンセントに差しっぱなしだろう。近所のリーフがそうだった。3年ぐらいで見なくなったが、補助金とかだとそんなに早く手放せないと思うんだが普通の車になっていた？そのくらい昔のリーフならそうだったと思う。
今うちは一つ片落ちのリーフでマンション住まいで、最長航続距離 300km のところを、約 100km ごとに充電所で30分充電してる。高すぎ。あると47万円を見習え。見習って装備も何もない栄養カー欲しいか？鈴木のコスト管理がすごいだけ。もっと革新的に見えるかと思えば、ドアミラーがもげた後みたいな見た目だな。と、見せかけてフェンダーミラーかもしれんし。そんなことして電池なくなったら、簡単には充電できないだろ。例えば、お買い物中に電池切れしたら、充電時間も考えたら、夜中に飯食わなくてはいけなくなる。もうお前のヘリクツにはマジレスする気になれんが、最後にするなら買い物中に充電切れしたら保険会社呼ぶなりジャフよで、ロンパ。この車のお客様は、都市部の街乗りセカンドカー用に使う富裕層か、新しい物好きガジェット好きがコンセプトに賛同して買うくらいだよ。少なくともこのスレで高いと文句つけてる貧乏層は最初から客ですらない。そもそも販売台数1000台程度だし数売る気もない。ホンダもトヨタも EV はまだ時期尚早と見てるような実際そうだと思う。インフラがひどすぎて日本で普及するのはまだ先だけど、とりあえず出しとくって感じ。電気自動車はいいけどさ、いいパワーみたいにガソリンで車の中で発電できるようにしといてよ。出かけて12時着で遊ぶときに、ガス欠近くて充電しようとしたら、まず今いる位置から充電できるとこ探す5分、実際に充電できる場所に行く15分、そこから充電1時間、とか話にならんだろ。ガソリンならそのまま目的地に向かって太い道走ってやガソリンスタンドあるぞ。5分でガソリン満タンだ。フィットはあるぞ。いいパワーの弱点である高速走行ではフィットはエンジン直結に切り替わって効率的。構造のシンプルさを考えるとフィットはな。ミッションのないいいパワーはもっと評価されるべき。数あるハイブリッド車と何が違うんだよ。このニュースは EV オンリー車を販売するってニュースだろ。EV は今が買いじゃないよな。何から何まで性能が悪すぎる。10年は様子見だな。パソコンだって16ビットパソコンが40万円だったからな。今なんて64ビットがドンキで19,800円か？そのドンキの PC は相当割り切らんと使い物にならんが、スマホしか使ってないやつなら満足かもね。パソコンなんて普通にワープロとかインターネットができれば十分だろ。それ以外に何に使うつもりだよ？200キロぐらいかな。リーフは6掛けか7掛けぐらいだったから。今、16ビットパソコンで 128K メモリ、しかもフロッピーディスクのパソコンなんて、使えるか？EV は軽サイズが程よい。なんで早く出さんのだ？これ取り回しは軽自動車以上なんだよ。幅が1750もあって軽並みとか他。ミラーも内装も普通にして300万切れば、まだ売れるチャンスあるかも。この車種一つのためにプラットフォームから全て新規開発だから、この値段でも赤字だよ。だから仙台という少数販売なんだろう。数売れると赤字が拡大しちゃう。カフェ対応とアピールとイメージ戦略ために出した車よ。この内外装で5ナンバーのマニュアルガソリン車欲しいなぁ、という妄想。俺も全く同じこと思った。金持ちが買いそうだね。意識高い系とか、小池都知事が買いそうだな。バッテリー10年保つの？10年前に販売された HV や EV を調べればいいんじゃね？その頃よりマシだろうし。劣化はスマホと一緒だろ？年月とともに走行距離が、著しく低下すると思うぞ。これが充電池の欠点なんだよな。現行電池は10年 80% 保証が目安だからリフのことはそろそろ忘れた方がいい。信じて良いものなのかね？燃費改ざんは政府主導だからな。電池の性能が良かったらまず、スマホに顕著に現れると思うぞ。俺的にはスマホが一番それを知る、はかりだと思ってる。そもそも EV が中途半端に普及しても、日本のインフラがひどいからどこか遠出しようとなりにくいよな。パーキングエリアでいちいち1時間充電しなきゃならんし、先客がいたらさらに待たされる時間の無駄だよ。今は都市部向けの航続 300km の少数販売で正解では？日本の場合、インフラがお粗末だからね。今日本の自動車保有台数は8200万台もあるけれど、そもそも充電する電力が足りない。2、3桁少ない台数でお茶を濁すのが関の山でしょうね。エボルタ10本ぐらいで、走れるようになったら買うわ。床下にエボルタ4000本とかじゃダメよね。エンブレムがアップルだったら600万で売れるだろ。なるほど。ありうるな。名前はアップルアイですか？ iPhone で操作できるんだろうね。近所運転するだけなら安いガソリン車で十分だろ。EV との差額に、300万ぐらいだろ？電気代で回収するのに100年かかるぞ。自宅充電とモーターのレスポンスに魅力を感じない層にとっては不要だろうね。東京から熱海行くのに在来線乗るか新幹線使うかみたいな選択に近いかな。450万円も出すならフィットでいいわ。日産の KEV はいくらになるか。まあ、リーフより高いってことはないだろうな。
本体230万で乗り出し250、280万と予想。うちのボロ系が壊れる前に早く出してくれ。フィットの内装にしたら100万ぐらい安く作れるやろ。フィットの内装で、3、50万では売れないだろ W。リーフなんかフィットと内装大して変わらん。なんていうか所有する車じゃない。それこそ流行りのサブスク契約でリースするタイプの車。サブスクなら、月14万ぐらいいくだろ。プリウスの PHV か、もうちょい出して RAV4 の PHV にするかな。この値段なら、セカンドカー買うほど金持ちじゃねえし、みんなそう考えるからラブ4は受注停止とかになってるんだろうけど。ピュア EV 出せない政治的事情からラブ4ちょろ出しで技術アピールしただけ。トヨタ様は顧客のニーズより体制維持の攻めを果たされたのだ。一台持ちの家で EV なんて買えないでしょ。世界でもピュア EV なんてちょこっとしか売れてねえじゃん。ニーズねえよ。電気自動車ならではの楽しみ操作性作ってくれないとな。いいパワーはワンペダルがあってめっちゃ楽しかった。どのタイミングでワンペダルの足を徐々に離していけばちょうど良い停止位置に来るか。フットブレーキと違って時速 1km でも超スローで進んで、めちゃくちゃ滑らかな停止。フットブレーキのガクッと止まる感じがない。速度に合わせたワンペダルの踏み込み量を自分で調節して、ブレーキにもアクセルにもならない氷を滑っていくような速度調整踏み込み量を楽しむとかさ。いいパワーのワンペダルの停止のスムーズさは感動する。あとワンペダルだけで停止するとブレーキ踏まなくても止まったままだから、信号待ちとかがめちゃくちゃ楽。発動機じゃない電気モーター駆動の面白さなんでしょうね。ものすごいコンピューター制御とソフトウェアが必要なんでしょうけど、時代がこのデザインに追いついてないのかな。内装の液晶とか故障したら修理費高そうだし、淘汰されてきたよくあるダサいデザインじゃん。100万なら買うオメガ。俺も150万円なら買ってもいいかな、といった感じか。俺がそう思う価格で出せばかなり売れると思うな。しかし問題は交換電池の交換費用だな。これが高かったらたとえ150万円で買えたとしても、見送るな。車好きな人に聞きます。これは売れますか？都市部の営業車としてそこそこ売れると思う。クーラーかけて寝てサボるのも防げる。あとガソリンスタンドが近くにないガソリンスタンドに行くのが億劫な奥様の買い物用としても。営業車だと充電器の劣化が早いから、経費がかさむな。よって却下。本体と合わせても高すぎる。車が高価な分働いて稼がなくては、いけないんだぞ。450万が高いと思う層には売る気ないから安心しろ。排ガス規制と合わせ貧乏人は歩く時代になる。一昔前、中国人といえば自転車のイメージだったのが、まさか逆転するとは思わなかった。2、3年後にはノート見たく100万くらいになるから、電池交換いくらでできるかだな。T はあえて安く設定してるみたいだな。こんなチンケなバッテリーで450万とか何考えてんだホンダは。そのチンケなバッテリーが200万とかするからだろ W。だから何考えてんだと、あるもの全部適当にくっつけて、はい、買えよ。ってバカがすぎるわ。普通ならモデル3買うわ。お、ようやく出るのか。結構そのままで出してきたね。デザインは結構好き。値段なりの価格感はないけど、雑貨感としてね。ただ EV に関してどうしても踏み切れんのは、スマホでも 50% 切ったら充電したくなってうずうずするのに、ガソリン車のように半分切っても平気でほっとけるかどうか。都内やから充電設備には困らんやろうけど、精神的にガソリン車のような安心感がない。ほっとくだけで放電してどんどんなくなるのではとか思っちゃうけど、そこんとこどうなんだろう。止まってても冷房暖房は使うからね。それは制御すればいいけど、例えばどこかに充電せず駐車したままにした時だよ。ガソリン車ならほぼ心配する必要がないけど、電池だと少なからず放電するじゃん。ガソリンなら、いざとなったら近くのスタンドまで歩いて行って10リットル買ってくるとか可能だからね。自己放電なんて全然ないよ。満タンにして2週間ぐらいほっといても普通に満タンで起動する。そうなんや。例えば残り 5% くらいで羽田空港に駐車して0週間後に戻ってきても全然心配ないレベルってこと？0週間なら平気だろうけど、そんな残量ギリギリで目的地に到着する乗り方はしないかな。北国住まいとしては冬場の燃費と暖房の効きが気になる。まあ、EV 全般に言えるが。北国ではないけど暖房は全然効く。シートヒーターとステアリングヒーターで。クーラーの方がきついけど、遠隔エアコンでどうとでもなる。航続距離は1、2割減するけど。ディスプレイ長いけど、操作パネルを運転席と反対の手の届かないところにつけるのがホンダらしいね。何やらしてもダメな会社になってしまった。操作したい画面を運転席側に引っ張ってこれるよ。仙台限りの限定版かよ。絶対売れるわ。エンジンはプレミアがつくが。電気物は粗大ゴミ一直線だぞ。性能悪すぎて笑われる。
M は430万くらいで買えるのに450万でこれを買うバカがどこにいるんだ？おそらく、都内のお金持ちのお母様が、子供を送り迎えするような感じだろう。小回りが効いて、安全装備と快適装備満載だからね。都内のお習い事のお迎えはすごいぞ。1000万くらいの外車だらけ。ポルシェ、ベンツ、BMW、レクサス。普通のトヨタなんか俺くらい。ドアミラーをなくすことで、ドライバーが見てるドアミラー分の余裕をなくし、ぶつけるときはドアを直接ぶつけるので、車業界は修理でうまうまです。一番出っ張る部分がミラーだからミラーを見るんであってボディなら視認はもっと楽になる。内輪差あるから、ミラーが当たらなければちょっと逆にハンドル切ってもぶつからないけど、ボディ同士で接触しない距離がデフォになったら、ちょっと逆にハンドル切った時に内輪差でボディの後ろの方がぶつかりやすくなるかもな。サイドカメラが主流になったら、サイドミラーいらないっちゃいらないけど、これで日産との合併を断ったのか。ちょっと期待外れ。まず車風が違うし、F1 のことを考えたらおかしなことにならんかこれ。ホンダは販売店がマジでやる気ないのが不調の原因。Nボックス 以外売る気がないのかよとってぐらいひどい。鈴木なら200万円台で販売してくれると信じてます。鈴木系のガソリン車で200万円台で発売します。日産三菱連合はすでに開発が進んでいる。寒冷地には使い物にならないし、危険だぞ。行く先で吹雪になって渋滞発生したら命がけだな。信頼のない車は欠陥車。中国のサイトで、内蒙古の寒冷地に住む女性が EV 車を買ったら、冬場はまるっきり使えないって投稿があった。寒冷地じゃないけど夏場より冬場の方がよほど快適だけどな。30年故障なしで走れるなら安いが、実際はそこらの軽自動車にも劣る耐用年数だろ。理屈から言うと、EV 車のモーターは長持ちするけど、バッテリーが全く長持ちしないからな。EV って水没したらどうなるん？リーフの例だと貫水路走行 70cm まで OK。エンジン車と比較するトランクルと同等。通常のエンジン車は 30cm が限度と言われてる。エンジン車は吸気排気が必要でエンジンに水が入ると終わるが、電池、配線、インバータ、モーター等は水を遮断する構造にすればいいだけ。ヘビーユース黒缶のアフターパーツの、吸気ダクト知らないか？潜水するわけでもないなら吸気口の高さかさ上げするだけの話で大した、アドバンテージにはならないだろ。一定以上の灌水走行なら不快感は一緒だし EV だからと電装系が水に強いわけでもないし。わかるけど、ノーマルのリーフと比べるのは不適切だろ W。まあそうなんだが、キャビン浸水するとわかってて灌水地帯にドヤ顔侵入するリーフユーザーもいないわけで。PHV じゃダメなのか、この値段ならそのぐらいして妥当のような。可適性クリアのために排出のない EV で平均値稼ぐ必要がある。ホンダはそろそろ本気で売れる普通車を国内で出さないと。もう売れないことがはっきりしている。そこそこ売れる普通車はフィット、ベゼル、フリード。5ナンバーセダンはトヨタですら売れないからグレースは東南アジア専用車にした。ベゼルの大きさのホットハッチがあったらどうなるだろうとは思うけどトヨタのオーリスが全然売れなかったから、期待薄だろな。5ナンバーセダンは外形が限られる分、前後の窓を立ててアップライトに座らないと狭い。パッと見のデザイン重視で前後の窓を寝かせて、やたら日差しが入ってきて眩しいわ暑いわなデザインで日本で売れるわけないだろ。G4 が5ナンバーセダンが欲しいとか言うからフィットセダンとしてグレース作ったのに、グレースは今の基準の中では頑張ってスタイル良くした方。普通に収めたら握手をみたいになる。トヨタが今もまだ握手を残してるのは G 需要があるからなんだろ。5ナンバーカローラの比率は7割以上がフィルダーのようだけど。ジジババが欲しいのはバラードと兄弟車だったシビックの頃の4ドアセダンのフォルムだよ。あのフォルム以外は乗降が辛い。頑張ってスタイルを良くしろなんて誰が頼んだの？スポーツカーじゃあるまいしピラーを寝かせんな。アクシオだとずんぐりでカッコ悪すぎるだろ。アクシオみたいにするかグレースみたいにするかの2択しか今の基準では無理なんだからどうしようもない。その2車種で無理ならおとなしく3ナンバーカローラを買うしかない。皆さんはこの本題についてどう思いますか？ぜひ、コメントでみんなと盛り上がってみてください。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。